前回勝者の三菱ミラージュ、今回これに対抗するのはなんとあの有名なじゃん、イニシャル D からトレノですね。イニシャル D 自体かじった程度しか知らないんですが、このトレノ86早いですよね。水落としとか読んだことありますよ。あとコップの水こぼさないとか、もうバリバリにセロハンテープが、おお86、はい、ライト出てます。藤原豆腐店自家用、そしてトヨタスプリンタートレノ2013トヨタってまさかの小文字になってますね。メドインチャイナ。車輪には溝がついてて、このコースにはちょっと不利かな。まあ、やってみましょう。多分峠走らせると一番速いんじゃないかと思うトレノですね。まずトレノ追いかけてミラージュ、おお滑らかだ。ミラージュも昔ほど勢いなくなってますね。ちょっと時間が経っちゃったんで、ひょっとしたらトレノが早いか。お、やっぱり開封したてじゃないミラージュが不利なのか。あ、もうこれ完全に追いつかれちゃいましたね。煽られてます、峠煽られてます、ドリフトしてますはい、ということで、まさかの、まあ、まさかというか、まあ、大本命藤原豆腐店86が今回の勝者です何連勝するかな、楽しみだね。富岡峠 TT1 グランプリ勝者は藤原豆腐店でした